こんにちは、西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマ、なぜ行動観察のクラスが必要かです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、打ち合わせの時にクラスを強調するということですね。はい、もう行動観察は絶対必要っていうかね、うんうんうん、それは学校が見たい行動なんだと思うんですよ。うんうん、でその行動観察っていうのは 何を学校側が見たいかって言った時に、例えばそのクラスの中でできない子がいて、うまく仲間に入れない子をどうやって入れるかとかね、そういう何て言うのかな、何かをすることに協力をして、でどうしたらもっとスムーズにできるかとかね、うんうん、そういうのをこう相談したりとかっていうことのことは見たいんだと思うんですよ。やっぱり秩序を乱したりとか、あるところなんかは、あるところのね、行動観察で、まあ、聞いた話によると、まあ、大きな積み木があってね、こう一生懸命みんなでこしらえたところへある子が走ってきて、アリさんの引っ越しとか言って、そのせっかく組み立てたのを壊しちゃった、ひどい。じゃあそういう時にどういう行動に出るかね、はい、まあ喧嘩っぱやんだと、なんでそんなことすんだよって大喧嘩になるか、うんうん、それともまあ壊されちゃったけどまたもう一回作るとかね、みんなで相談してっていう、そういう意味での行動観察っていう、その何か起きた時にどうやって対処できるかとか、うん、行動できるかっていう、そういうものは学校側見たいと思うんですよ。で、その行動観察は必要なんだけど、うん、そういうクラスっていうものは必要なのかな、わざわざっていう。でも行動観察のクラスだから絶対下車は発生してるんですよね。まあそうですね、うん、そう。でもね、そういうものは下車を出して学ぶものなのかなっていうのがすごい、うん、常にこうなんていうの、疑問に思ってるから、うん、もちろん私たちのクラスにはね、私たちの、うん、そういう幼児部には行動観察のクラスなんてないんですよ。うんうんうん、じゃあしてないのかっていうと、で、まあ、正直言ってこう人数がそう多いわけじゃないけど、院長さんとかね、うん、だけど模擬テストに後半行くと行動観察のその点数ってみんなすっごいいいんですよ。そうですね、いいですよね。うん、で結構行動観察で点稼いでたり、実際試験に行ってもまあいろいろ教えてくださるところだと行動観察は取れてるんですよ、うんうんうん、皆さん、はい、だからそんな行動観察のクラスがなくてもね、点が取れると。じゃあどういうことをしてるかって言ったら、それはね、クラスがあってみんなで行動観察をするっていう、それはあんまりね無意味だと思うんですよ。それよりもこう、例えば何かの時間に何かの突発事故が起きた時に、そのじゃあどうするかとか、例えばうちなんかリトミックやってて、まあリズム打ちみたいなのが4種類あるんですけど、どうしても例えばタンタタタンっていうリズムが叩けない子がいたとすると、それをじゃあ誰々ちゃん教えてとか、誰々ちゃん、じゃあ誰々ちゃんのグループは誰々ちゃんと誰々ちゃん教えてっていうふうにこう割り振るんですよ。そうすると面白いんですけどね、タンタタタン教えるのに、ただその子の目の前ってタンタタタンばっかり叩くとかね。そうそう、大体最近の子供たちって人にこう物を教えたりとかで、こう本当は会話が必要なのに喋んない子多いですよね。黙ってただ前にいて、様子見で前に、その子の前にいて、ただリズム、じゃあ叩いてみてとかね。だからやっぱり、ね、ペーパーと違って相手ありきだから、丸バツが分かりづらいんですよ ね、 そうですよね。これやったらいいんだっていうのが分かんないから、うん、まずはやってみて試行錯誤してみるみたいなのが本当は大事なんだけど、そういうことがあると動けなくなっちゃう子多いんですよね。そうですよね、ミスが怖いのかな。だから、まあ、例えば実際試験にも出たんですけど、はい、こう生徒たちがみんな並んで座ってるところへ、うん、面白い格好して出て、試験中ですよ、着ぐるみ着て出てきた時に、そのバーッと駆け寄っちゃった子がいたり、結構全体的に興奮状態になっちゃったって話ですよね。その時はね、男の子は特に、3分の2はみんなそこ群がっちゃったんですって。で残り3分の1はこう座ってたんですって。それで試験から帰ってきて、
でうちの生徒は考えたんだけど、うん、座ることにしたって言ったんですよ、うんうん、飛んでいかなかったんですって。一回立っちゃったんだよね、面白いから。そうちょっと立ったけど、うん、やめたんですって、うんうん、そしたらそれは先生正解だったのかなってすごい聞かれたんですよ子供に、うんうん、やっぱり行って楽しそうだったから行った方が良かったのか、うん、そのまま座って黙ってね、うんうん、それ見てた方が良かったのかって聞かれたんですけど、うん、私も何とも分かんなかったけど、でも、まあ、私的に考えたら、まあ、その学校のことも考えると多分座ってる方が正解だったんじゃないか、うんうん、だからあなたたちの方には点は入ったと思うよって言ったんですよ、うんうん、はい、でその後まあ、そこの学校の先生とちょっとお会いすることがあって、コーヒーが出てだいぶ時間が経ってからですよね。そうだいぶ経ってから、うん、いや実はあれはってどっちが正しいんでしょうかねって言ったら、うん、やっぱり立って飛んでいかない方が正しかった、うんうんうん、だからその行動観察のクラスっていうのはクラスでやることじゃなくて、そういうこう授業の中でこう困ったことだったり何かが起きた時にこう、うん、さっとこう、うん、対応できる力っていうか、うん、そういうのを求められてるような気がしますね。そうですね、うん、まあ、ちょっとした空き時間の時とかに課題って見つかるもんですもんね、うん、そうですね。だから、うん、やっぱり一番そこの中で、うん、ね、行動観察のクラスでなかなか問題解決能力までは行くのが難しいと思うんですよ。やっぱりみんなが行動するわけだから、だから突発なことが起きるかどうかっていうのはわからないんですけど、やっぱり行動観察っていうのはこう突発なことが起きたり、またできない子に教えてあげるとか ね、それが結構重要ですよ ね。長くなっちゃうからもう手短にするけど、合宿なんて集団行動だらけですよね。そうだから荷物がまとめられるのが下手な子がいたとしたら、その子ができないといつまでも次のお楽しみに進めないよ、じゃあどうするみたいな考えるとかね。そう、一回みんなが困るっていうことが起きると団結力って生まれますよね。そうなんですよね、うん、だから確かにうちの合宿は行動観察だらけなんですけどね、はい、うん、そんなに占めてるわけじゃないから、うん、もう本当にね、お風呂に行って脱衣所まで行ったら、うん、やれパンツがないだことの、やれスリップがないだことの、うんうんうん、でじゃあどうしたらいいと思うっつったら、やっぱりもう一回見に戻るって、うんうん、戻ってみりゃさ、どうかによくグリム、ヘンゼルとグレーテルみたいにこうやって落としてあるもうじゃあそれから次は、うんうん、じゃあ落とさないためにはどうしたらいいか、うんうん、でやっぱりあるお姉さんがバスタオルに包んでみたらどうかっていう、それからあんまり落とさなくなったんですけどね、うん、やっぱりそういう何か失敗をしてね、うんうん、じゃあどうしたらいいかってみんなで考えるとかね、うんうん、ある学校の行動観察ってすごいなと思ったら、今やってるかどうかわかんないんですけど、うん、例えば何かの上にピンポン玉みたいなそういうものを乗せてどっかを一周回って戻ってくるっていう、なんかもうちょっとゲームみたいな、ね、そう、競技をグループでやるんですけど、うん、そのやる前にまずみんなで話し合いをして、それでどうしたらこの球が落ちずに回れるかっていうことのこの相談タイムみたいなのがあって、それで競技をスタートするとかね、面白いなと思いましたけどね、うん、ということでね、あえてそのクラスというものがなくてもいいんじゃないかというのが先生の考え方ですよということですよね。できますよね。そう、日々の授業とかね、うん、はい、生活の中で教室のね中でできますよという話です。ありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは子育て幼児教育相談会を平日と土曜日に行っております。平日はですね、まあ、普段ね YouTube のライブとかの開始時間見ると分かると思うんですけど、結構遅い時間まで空いてる教室です。お仕事をお持ちの方でもね、まずダメ元でも構いませんので、ご連絡いただければと思います。可能な限りお時間調整できますからね、子供が寝静まった後がいいんですとかもあるかもしれませんけれどもね、そのあたりもまあうまく調整できますので、ご相談いただければと思います。はい、あとはですね、面接特訓も受付しております。小学校受験までね、やっぱり時間が限られてる中なんですけれども、早いうちからこういったところね、準備できるところは進めておけるといいかななんて思います。あとは昨日もご案内しましたけれどもね、願書添削ですね、西荻願書クリニックというものも受付しております。今ご紹介した3つ、相談会、面接、願書クリニックは、それぞれ概要欄に、
リンクが載っておりますのでご参照ください。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き、小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など、いろいろなテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエストも大歓迎です。お気軽にお送りください。メール、ツイッターの DM、YouTube のコメントなど、どれでも大丈夫です。日々チェックしております。また、チャンネル登録や高評価いただけますと大変嬉しいです。ということで、本日も最後までありがとうございました。では、失礼いたします。さよなら。